です、改めましてご通行中の皆様お騒がせしております。本日こちらの空も特設ステージ前にて、鍵盤ハーモニカの、コンサート空もで鍵ハマを実施しております、私は本日東京の台東区というところからやってまいりました鍵盤ハーモニカ奏者のピアノニマスと申します。本日はどうぞよろしくお願いします。さてこの鍵盤ハーモニカという楽器を存在を知っている人はいますか。はい、ありがとうございます。では、この鍵盤ハーモニカを一度でも吹いたことがある人。はいすごい 97% ぐらいですかね。ありがとうございます。これ吹いたことあるかないかでちょっと年齢が分かっちゃうんですけれども、まあ、ほとんどね小学校1年生2年生の皆さんが小学校の時に演奏することでおなじみで、浜松では5、6年生になっても使う学校が結構あるとかっていう風に聞いてるんですけれども、そんなおなじみのこの鍵盤ハーモニカを使って、今日はいろんな音楽を演奏していきたいと思います。まずはこちらの楽器からいきましょうか。これ、どうですかね。さっき私が使ってたのよりもちょっとこう短めの鍵盤ハーモニカ、可愛いですよね。これどんな音がしそうでしょうか。ちょっと鳴らしてみたいと思います。でしょう。かわいいですよね。これとっても高い音のするソプラノ鍵盤ハーモニカという楽器です。ね、押し入れにありませんか鍵盤ハーモニカ。もういとこにあげちゃったとかメルカリで売っちゃったとかっていう人結構いらっしゃるんですけれども、ぜひね一回出して吹いていただきたいと思います。鍵盤ハーモニカっていう楽器のいいところはどうやって吹いたらいいかとか決まってないんですよね。だからさっき私ヒカキンとかやったんですけど、あんな風に吹いていただいても構いませんし、吹き方決まってないので、どんな風に吹いていただいても本当に大丈夫です。で、あとはねバイオリンとかって皆さんやったことあります？あれバイオリンね、あれ機械があったら弾いてみてください。めっちゃ静かちゃんになりますからあれね、初心者の人がバイオリンを弾くと信じられないぐらいすごい音がするんですよね。でやっぱりバイオリンとかってね上手な人じゃないとあーって音がするんですけど、この鍵盤ハーモニカは下手馬が成り立つんですよね。わかります？ちょっとトイミュージックみたいなね可愛らしいなんかこうクレイアニメの後ろで流れてるようなそういうちょっと下手馬も成り立つ楽器なので、ちょっとね楽器得意じゃないなっていう人も楽しんでいただける楽器でございます。ではですねもう一つちょっと鍵盤ハーモニカの面白いところを紹介したいと思います。皆さん鍵盤ハーモニカ吹くときは、息を入れて体のどこで弾きます？そう、手の指で弾くじゃないですか。実は指じゃないところでも結構弾けるんですよ。
どこで弾いてほしいですか？体の今日ちょっとねブーツを履いちゃったので、これ脱ぐのにめちゃくちゃ時間がかかるので、まあ、足ではちょっと今日はお休みさせていただくんですけども、どうしましょうね。肘とかやってみますか。肘でいけましたよね。あとはね、どうしようかな、頭とかしましょうか。でもギリいけましたかね。もう本当にこれ体のどこでも弾けるんですよ。なんていうんですかね、例えば手骨折しちゃったとか、まあ、ちょっと生まれつき指が不自由でとかっていう人とか、いらっしゃると本当に体のどこでも弾けるんですよね。なのでこんなになんかこうフレンドリーな楽器はないんじゃないかなというふうに思っております。ぜひなんていうんですかね、こうやって吹かなきゃいけないっていうのにとらわれず自由に、鍵盤ハーモニカを吹いていただけましたら幸いです。